<laughs> ありがとうございます <laughs> 帰ってきてね配信までにかけたらいいなとか思ったら全然だったピャー年内には <laughs> 年内に終わらせるんだからかまちゃんかわいいおみかわさんかわいいありがとうゼノラゴさん花火10個クロさん花火ありがとうとしきさんおつか2個ありがとう くさん年越しそばありがとうえー、年越しそば今,今日シャーって,って今日ささっきコンビニ行って買うか迷ったんよアイスだけ買ってきてしまった <laughs> コンビニにそば買いに行ったらアイス買ってきて帰ってきてしまって夜ご飯アイスと生チョコ餅になりましたあれそば手に取ったんだけどなカロリー見て。 びっっくりしちゃったトニーさん年越しそば10個ありがとうみきお先生花火ありがとう10個いっちゃんよい私をおかしいなそばを買いに行ったはずがアイスを買ってきてしまったぞそうそばが。 あのカップのそばじゃなくてコンビニのさちゃんとしたおそばうれに天ぷらが乗ってるやつかき揚げそばみたいなやつを買おうと思ったら500キロカロリーあってえっってなってえっ <laughs> ってなってやめましたちょっと今日ね朝昼に海鮮丼食べちゃったからちょっと今日は我慢しようと思って我慢した明日また考えます考える さん、たき火らいさん花火ありがとうそう、高くてびっくりしたねヘルシーかと思いきや違いやしたもうねもうねもうねもう3日間2日間 超早起きやったけさ、今日はいっぱい寝るぞって思ったけどさ新幹線ってさ、意外と目が覚める4時間寝てやると思って寝てみたけど2時間経ったら目が覚めて首がこうなってた、もうこんな寝てまし 山崎さんお疲れ3個いっちゃんバラーゆうたくお断り中ですまた来年ガトーショコラさん花火いはくさん年しくしそばありがとう佐藤さんお疲れありがとうゆうたくブラボー新幹線ねめっちゃ混んでた隣知らない人でしたいつもメンバーなんだけどあの メンバー同士もバラバラでした寂しかったでも凛子が通路挟んで向かい側でよかったボケーってしながら凛子のこと見てた私 <laughs> ああ凛子何かしてると思ってずっと見てたこんばんは ね、でも私たちはねメンバーはお仕事の時ってスタッフさんが新幹線の予約とかしてくださるからあの乗車券さえなくさなければ大丈夫なんですよ乗車券なくすと自分で払わなきゃいけないけどそうだから任せきりですねああもう今日は眉毛しか <laughs> 眉毛だけは軽く変えたけど。 こんばんは眉毛そう眉毛しとけばどうにかなる今まつげパンをしてるから一応上がってはいるんですよだから眉毛大事でも今日はなんか適当に書いたらねなんか適当すぎたからちょっとあんまりちゃんとかけてませんので優しい目で眉毛を見てください え人復活したほら朝配信で二重がむくみによって消滅したんですけど治りましたいえ大吉さんありがとう人いさんありがとうこんばんはそう二重あアーなから「ありがとうございます」って来た <laughs> いいえあーなちゃんいいえ お疲れおつ私今日ね今日嬉しいことがあったんですよ今日はねあのね <laughs> メールにも書いたんですけどメンバーがあるメンバーがあのねそう嬉しいことを言ってくれて <laughs> やば だから楽しみです私年末年始はもう自主練みんな帰省しちゃうから正月の公演終わったらみんな帰っちゃうから寂しいなと思ってもう自主練いっぱい予約してたんですよマネージャーさんにって「もういっぱい自主練入れます」って言ってたけどでも楽しみができましたわーいわーいいこんばんは。 いですなんか私人からメンバーから誘われることないのであんまりいつも自分からそらはさんとかに遊びましょうとかお泊まりしましょうって言ってるからなんか人から誘われる喜びを感じた <laughs> 寂しい人間だわそう思ったら「クロさんタコありがとう」「誰かは内緒です」 嬉しいハッピーハッピーハッピージャムジャムですこんばんはいやー2023年はたくさんメンバーと一緒に過ごしたいな過ごしたいな本当はね明日お仕事がある予定だったんですけど急遽明日なくなっちゃってまさかの今日が仕事納めだったみたいで よいお年をって言わずにメンバーとバイバイしちゃったへえー、良いお年をせんかっただって明日も会えると思ったのでもまあショールームとかはあるので皆さんには会えるんですけどでデラワーカメラさん花火6個ありがとうございます そう本当は明日がね最後のメンバーと会う日だったのに明日変わりました予定が変わりましたってなってねだから次お正月におめするんですあのねお正月の公演の日にね清ラと約束してて「あのパシェ」って書いてる服を <laughs> レッスン着にしようねって清ラと約束してるので絶対に忘れないようにしなければなりません 私忘れちゃいそうレッスン着パシェを着ていくって覚えといてください皆さんあのリマインドしてください私にパシェ明日パシェ T シャツ着ていくんだよってパシェ T だよって清空がね誘ってくれたそれはパシェ今度一緒着ようよって言われてだから正月に行きますトシさん良いお年をマコバヤさんハートありがとう そっかうさぎ年かえ待って <laughs> えー、ウうさぎ年絶対ツイン程度多いじゃん公演いや本当にそうシミサラ忘れそうですよね本当ごめんパシー」とか言ってそうだもん <laughs> 忘れとったんよとか言いそうすぎる伊白さんバラ10個ありがとうじゃあもし シミサラ忘れたらもう私が着たやつを示水さんに着せますそれか家に走って帰れって言ってトイレ行って帰ってこいってスパルタそうなんか今日愛子が小島愛子さんがウサギになってましたねさっきたまたまねあったんですよ偶然偶然あってさっきコンビニ行った時にあって うさぎお疲れ様って言った <laughs>。うさぎお疲れ様って言った。見られてるって言ってました。<laughs> え、そうなんかメンバーいっぱい配信してるだろうなーと思って。あ、でも今日パセ今日メイクする気力ないけん誰かマスク配信仲間おらんかなーと思って開いたらみんなバチバチメイクしててうさぎとかいてあみんなメイクしてるわーって <laughs>。なんかマスクで配信するの。 すごい罪悪感なんですよでもそれよりもメイクをする気力の方がないっていうのが強かったから誰かいないかなと思って開いたらみんなもうイベント中だからすっごいメイクちゃんとしててコスプレとかしててびっくりしましたそう今日いなかったわマスク仲間明日はちゃんと私もメイクするよん いやさちいありがとちありがとう,ち <laughs> ありがとうねみんなコスプレしてるねやんちゃんが2キープしてましたな黒さんアイス山崎さんハートありがとう今日ねやんやんがねやんやんと ヤンちゃんピーちゃんに会ったんやろって言ったらそうパセの話したよパちゃんの話したって言われてなんか選抜に入ったんだねみたいな話をしたらしいです駒田さんとサヤンが白いトラさんゲームギフトありがとうマークさん花火6個ありがとうこんばんはみんな私はねさっき洗濯物と戦いました 洗濯物を終わらせたよ、やっとあと大掃除をしたい大掃除して本当は部屋の模様替えしたいんですけどちょっともうそんな気力ないけんもういいやと思ってとりあえず掃除してあと布団を洗いたいです私布団洗濯したい でも今したらもう寝る時凍えながら眠ることになるから明日ですね布団洗濯はあとはあとは何するガッキーさん花火山崎さんハート友知さん花火ありがとうと子さん花火ぱいのみさん年越しそばありがとう絶対今ではないよね布団の洗濯は。 不動の洗濯イもしたもう本当にもう大変よひたち三号さん花火ありがとう私うさぎのコスプレ持ってないから買わなきゃかなもしかして愛好み習ってセリカぴょんルームヘアさん花火ありがとうあ確かに私今日別にお布団なくてもソラホさんちに。 スワハさんお布団洗濯間違ってしちゃってーって言って <laughs> 間違ってお布団洗濯しちゃってすごい寒くてーって言ったら「着なよ」って言ってくれそうイケメンだから平手おじさん花火ありがとうえグルメ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  じゃあ私もうさぎのバニーバニーちゃんバニーちゃん買うか2023年うさぎ年小島愛子を見習って私もうさぎになるとするか猫ならあるんだけどタガリンさん花火ありがとうあグルメ10日の合だった最悪のい図じゃん なんんで花火あ花火火打ち上げてくれたどうかしたよってパニーさん花火ありがとうバニーの話でパニーさんから花火が来ましたありがとううさぎ経費で落ちるんですかそうなの誰が出してくれんのみんなが出してくれんのかうさぎ マークさん花火ありがとう友っちんハートありがとうじゃあバニーアマゾンで探すか <laughs> すぐ <laughs> すぐ調子に乗ってそうやってなるからどういうのが売ってんだろうめっちゃありそううさぎ年だから。 ええー。じゃ、買うね。わかった。いつか来ますね。<laughs> 何それ、コスプレ落ちる、何それ、そういうあれがあるの。私知らんかったよ。 そんな誰が出してんですかえ他のメンバーは何かえそうなんバニーみたい絶対嘘や <laughs> 絶対嘘やミニマロンさん花火ありがとう嘘やろ絶対でこあげようかな <laughs> メイクする気力もなけれゃ前髪を気にする気力もないいやー ツルツルデコデカデカデコデコデコにきちゃんありがとう何食べるの何食べるのご飯の時間なのみんな私の今日の夜ご飯は生チョコもちとアイスクリームです 美穂があのラザニアの画像を送ってきたんよ LINE でだから私の夜ご飯はこれですってアイスと生チョコモチの写真を送ったんですけど敗北を感じたあの生活水準の差を感じた美穂ンさんのお家はね今日は素敵なご飯なのに私の <laughs> パセリ家はねあのコンビニで。 コンビニ蕎麦を買いにそばを買いに行ったはずがなぜか手元に生チョコ餅ちとアイスがあってそれを食べましたねそう美穂の話覗いたらさなんか1分炒めますって時になんか数えとって <laughs> 普通1分炒めるだい大体間隔じゃないですか大体1分かなみたいな「だいっち」みたいな。 風呂上がりのやつみたいな <laughs> あのちっちゃい子がお風呂上がる時のやつをしててめちゃ可愛い,いかった <laughs> そう1分数えてた60万いやせめてねいやせめてキッチンタイマーなんよそう数えてて <laughs> と思って思なんか数えてんなと思ったんですよ途中から開いたんやなんか数えてるなんだろうなーと思ったらコメント欄がわらわらわらみたいなそうめっちゃおもろかったなんかねイベントの配信見るのすごく好きで私 こそっと見てるんですけど自分が始まる直前とかにショールーム開くときに見るんですけど数秒間ぐらいやっぱリネの配信がめっちゃおもろくてさっきもなんか変な変な口調で話してたからおもろかった <laughs> もう癖が強いですねメンバーみんなこんばんは キッチンタイマーは甘え最悪 <laughs>。嘘じゃん。なんじゃ、キッチンタイマー何のために発明されたんよ。あやカラオケ、ちょっと見た。20秒ぐらい。私、メンバーの配信20秒ぐらいで、ぴょんぴょんぴょんって、見て自分の配信始めるけん。パセリ、星投げしないです。メンバーは、そういう協力できないので、禁止なので。協力しても、ノーカウントになるらしいから、しません。特定のメンバーを、 応援すすることはしないですね揉め事の原因になるので頑張ってねとか言うけどこの子に入ってほしいとかは特に特に発信はしませんこんばんは。 ただいま、えー、家庭的やっほーねえ全員入ってほしいふん <laughs> 料理配信やだ料理配信したらだってその作業違うよその手順違うよって人が湧いてくるけん嫌なんよ わーって私が食べるんだから私の自由よってなる <laughs> 心の中のあの言い返しパセリが顔を出すみんなは食べないからいいでしょうってなる コスプレ配信してほしいないやそれあれでしょみんなもうそういうの見たいえでもさあたこ焼き配信はしたいんですよ早くしましょうって言ってんのにね予定合わないあの方とそう料理配信しない理由はもうずっと言ってます2年間ぐらいずっと言ってる 私もうそういうコメントが来るから嫌だからしませんってずっと明言してるからしないんですけど一回今年の4月か3月かに一回したけどそうやって散々言って1年間ぐらい料理配信しなかったんですよでも PR 舞台の登用期間だったからしますねってパセリ。 パセリ料理で作りたいから餃子作りますねって言って特別にしますみたいに言って下やっぱりコメントで来てうわー <laughs> ええー、ってなったからもうしないです気が向くまではそうあれレアでしたうわってなるもん メイクしてないパセコで眉毛だけはちゃんとねちゃんとではないけどピャーピャーって書いたですよそこだけはねできたえタ、っと、コパ配信したいですタコパ配信しよう早くしようって早くしようってシナノソラハさんしようって言って ソハ私んちないからシナのソラハ家でやりましょうその分機械借りる分私が材料とかは用意しますのでやりましょうよやろうってほんとにねタコパセス タコパタコパ一家に一台じゃないえ私実家にもない皆さんたこ焼き器実家とか家とかにありますか私ないよばあちゃんちにもないばあちゃんちにもなけりゃ実家にもないしこの家にもないあるえあるのが普通 ですか嘘餃子配信楽しかった私も楽しかったえ料理配信楽しいんですよね楽しいけど楽しい時間なのに違うよって言われるけんそれでもうわーってなっちゃうの楽しいからこそあとシンプルに材料費がかかるっていうのがあります 配信的にさ、一人前じゃおもろくないなと思って、いっぱい買ってくるじゃん。したら、結構、ね、食費かさむな、みたいなのあります。<laughs> 見て、今日はさ、塗った、さっき帰ってきてさ、塗ったんよ。<laughs> どの色にしよう。どの色が好きですかちょっとこれ、ペンの跡がついて。これか 私ね手めっちゃ洗ってるんです今乾燥で紫かオレンジかブラウンでも親指のこのブラウン可愛いんですよねいっちゃんアイスと花束ありがとうどれにしようかなと思って全部塗ってみた本当は小指に白もあったんですけど うまく塗れなかったから取りましたえ私本当に手のあれすごい今日一段と昨日はだいぶマシだったけど日によるんよねちゃんとネイルオイル塗ってんのにな嫌だなこの色が一番冬っぽいかほらこ,こカサカサ黒さん風呂敷ありがとうねこれ可愛いちいカサカサしてる部分隠すけど かわい久しぶりもかわいいこれは指原さんの,あのプロデュースしてるネイルですね今日初めて塗ってみたえー、どうにするかね普段はさお仕事の時ネイルできないから年末年始なら できるなと思って塗ってみたけど上手に塗れなかったなんか色ムラがすごくてね、そうアルコール消毒とかで、すっごいカサカサしちゃうカサつき。紫が好きこれ <laughs> なんかさ、中指って見せるとき難しくないですか中指だけ見せると結構いろいろ問題じゃないですかちょっと難しいね これですこれねすごいねあの問題になっちゃうからそう普段塗らないから難しかったですあとさジェットしてられない乾燥させる間に確かに推しカラーだね紫 C さん花火ありがとう 中指だけみたいな <laughs> いや本当にむずい中指でも中指だけ見せる機会ってこんぐらいしかないよねネイルとかしかないわ次のシングルどんな曲が来るんだろうって毎日楽しみにしてる ワクワクしているどんな衣装かなーとかどんな曲かなーっていう話をメンバーとよくするんですけどあの正解がないからさ答え合わせがないから「どうだろうね」って言って終わる「楽しみだね」って,って終わり以上。 こんばんはラップ的な絶対嘘やん絶対嘘えー、確かにピアノブッタの曲も楽しみですねドキドキだねみんなねえロケ地もどこだろうでもねこの前さあのメンバー 先輩たちが選抜の先輩たちが「S2 の曲って大体野外で冬の撮影だから寒い」って言ってました <laughs> 大体冬だよって言ってたいつも凍えてるらしい一番ヤバかったのが無謀無謀はめっちゃ朝早くて水の中に入ったよって言った気がする確か違ったっけなんか超寒かったみたいな言ってたですよ だから怖いですそういつも冬なの <laughs> 下手でも結構野外だったしでもあれはまだ暖かい方かうんねどうなるかなだって3月発売ってことはさ超寒い時に撮るじゃないですか え沖縄で撮らない沖縄で撮りませんかねえ沖縄とかどうですかね ?PR 舞台だけでもどうですかねバンジーを MV に困ったね困ったな昨日 PR 舞台ってさバンジーの話が出たんですよアシューザンハイランドの話が出てそういえばバンジーいつなんみたいなになって 逆にリンコ以外が飛ぶのいいのい,いよねみたいなリンコ以外の6人が飛んだらどうなるかなみたいなの言ってました誰かが <laughs> リンコの公約なのに6人が飛んでリンコが責任を感じるっていうだけの <laughs> バンジーえ私アイスいっぱい食べたいです NV で NV <laughs> じゃなくてもいいけど もっとアイス食べに行きたいですちょっとうちの黒さん回復薬ありがとうねっ1月だってまず正月から公演あってサンリオのライブあってで奥さん生誕とヤンヤン生誕ってマイカあって次は次が東京 あって東京の「感謝祭」のライブあって沖縄があるからふわー多分レッスンとかだろうねずっと私1月「ヒェー頑張るぞ楽しみだワクワク」そう TDC でツアーファイナルって言ってからの次の週沖縄にいます <laughs> ツアーの振り返りです あの延期になったツアーの振り替えがありますちなみにただいま応募受付中ですぜひ沖縄でもう寒くて暮らしてられないよって人はぜひ沖縄で会いましょうあったかいらしいですちなみに土曜日なので次の日も残って観光できます皆さん私たちは多分できないけど皆さんできますぜひ沖縄で ままりましょう <laughs> ちなみにですが会場の方はあの空港からちょっと距離があるのでそこだけそこだけご了承くださいお土曜の「昼るこに参戦できそうイエ,ーイ,イエイイエイイエイやったね でもあれよみんな飛行機の時間ちゃんと調べとくんよ地域によって違うからね何時の飛行機しかないとかあるけん東京とかやったら多分何便かあるやろうけどあるだろうけどあの長崎とかの人はあんまないと次の日が n j t さんのリアルお話かいうわー 気合で <laughs> そうホワイトエッドグループ以外の曲リクエスト募集中ですちなみに私はノイミーさんの「す」好きじゃないとあとスーパーガールズさんしたくて私中学校の時スーパーガールズさん好きだったよねア美田さんあのね時期的に言ったら女子力パラダイスとかの頃めっちゃ好きでしたアルバムとか買ってたスパガさんの 今も私がいた好きだった頃のメンバーさんいないから最近のは全然置いてないんですけど、ね、そういうスパガさんとかいろいろリクエストください振ってくださいでもねあんまり他のグループ48グループの曲もしたことないけんねそれでもいいのに。 ね、衣装がどうなるかですよね本当ちなみにね最近の曲じゃなくてもいいよあの皆さんの世代とかあとは何でもいいんです皆さんのお母さんお父さん世代とかそうアイドルソング 黒さん、いいねありがとうそう松田聖子さんとかそうそうそうぜひモーニング娘さんとかイコラブさんミニモニさんミニモニ <laughs> えるミニモニやる <laughs> ミニモニやろう そう何でもいいよでもあなるべく何マイナーすぎないというかなんか誰でも知ってるような曲がいいっぽいですあかりんさんツイッター見たら書いてありましたあの知ってる人が多い曲会場の人とかも「おお!」ってなる曲がいいみたいですね「ボうの」 いいね。キスをあげるよ。これは何？これボーノ？そうなので、一月四日までですね。せいじさん花火ありがとう。こんばんは。<laughs> 本当だね。 みんなの世代でもどうなんだろうどういう世代が多いんだろう PR 舞台のファンの人ってメンバーによるかなご主人様ありがとう花火個1個えでもあのコンプレックスやりたい <laughs> あのコンプレックスしましょうよ どっち系,どっち系男性アイドルってことえいいんじゃないですかだってアイドルのソングアイドルソングだからおもろ <laughs> ねっかつてないじゃないですか確かに女性アイドルソングとは書いてないから別に男性アイドルソングを皆さんがリクエストして採用される可能性もあるんじゃないですか あ,あのコンプレックス送ったイイエー,イイエーイでも覚えるところから始めなきゃなそれダ,ン <laughs> ダンスをしたらさもうその後の曲みんなもうあのネットネットの中の髪の毛のぐしゃぐしゃで出なきゃいけなくなっちゃう。 わかんないどうやって決まるんだろう、ね、というかさどこまででがアイドルっていう枠なんですかアイドルアイドル枠難しくないアイドルの定義誰さんまでがアイドルとかこれはアイドルじゃなくてアーティストさんとかむずうん ね。<laughs> ふわちゃんさんアイドルな、フ <laughs> フ確かあれはうんアイドルだみんなのアイドルって感じああ声優アイドル確かに48グループ以外って言ってるけどさ48グループの中に卒業した人とかは含まれるのかとか難しくないですかそういうのもねえ あれは俳優でしょいやあれはあれはさマツケンサンバさあれはマツケンサンバーさんっていう人格じゃないですよね松平健さんっていうあの俳優さんがやってるっていう <laughs> むずいて <laughs> むずいて。 むずいです分からんあれはアイドルなのねえアイドルの定義とはこうやってマスクを配信してもマスクして配信してもアイドルです私はアイドル一応アイドルのオーディション受けて入ったからアイドル一回でもアイドルやってれば一緒アイドルえー、そうなん じゃあもうみんなアイドルやん人生においてみんながアイドルようんダンス簡単目がいいなもうバキバキ踊ったらすごいね大変だからちょっと私とリンゴパンクしちゃうんでよ <laughs> <laughs> うみんなのみんなの世代が分かれるねコメントでえアイドルえ「天才テレビくん」のさ曲とかアイドルに含まれますかあれは含まれない含まれないな。 あそう乃木坂さんとかもリクエストできるってことよ坂道さん系の TWICE さんはあれはアイドルでしょ韓国アイドル k p o p えー、<laughs> NHK ダメですかアイドルに含まれないのあれ嘘じゃん じゃあゼンマイ侍もダメってことか全然ゼンマイ侍のダメなのやらせてよ7人でゼンマイ侍お団子ごだんだんだんのだんごだ必勝だんごやらせてよえマインちゃんやりたいマインちゃんのフライパンの歌やりたいパン,パン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 フライパン だってやりたいよドゥ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 ちゥんってあの琴の音で始まるやつキラリンレブレーションあれアイドルでしょだってねホロプロさんやんあれはケーそうまいんちゃんまいんちゃんアイドルですよクッキンアイドルだから私あいま 確かに最終的にどの曲をやるか多分あかりんさんが決める気がするんよねあかりんさんとスタッフさんで話し合う気がするからあかりんさんの知ってる曲とか絶対選ばれたいって人はもうあかりんさんの好みを探ってそこに刺さるものを選ぶのがいいんじゃないでしょうか <laughs> うん ね、ゆうたさん花火ありがとういや本当にあかりんさんは何でも詳しいからねどのアイドルにも詳しいけんすごいよねめっちゃすごい私本当にそんなさ脳みそ整理できないですもんこの服はって。 どこどこのグループの曲でとかしんさんありがとう花火東京港セロリさんウ <laughs> ェイボーイストありがとうありがとうちょっとみんなよろしくねリクエストしてください サッチさん花火ありがとうそうももクロさんとかももクロさんだったら多分あかりんさん支えると思いますよこの前オさんとあかりんさん二人でやってたからカラオケ大会でハロウィンの時えそうなの福原さん キングレコードさんなの所属あれ曲そうなんじゃあもうそれ権利的には権利関係は簡単に OK もらえる感じですか確かにキングレコードさん所属の曲をリクエストした方がキングさん的にはいいんかな <laughs> でも 注意するところがあってノイミーさんはキングレコードな気がするけどイコラブさん違うんよね確かイコラブさんとノイミーさんってたぶんレーベルみたいな違う気がするそうなんか AKB さんとかもさ変わるじゃないですかそういう 曲のね曲のあれで時期でこれの曲はここまでの曲はどこどこ所属とかあるよねえわかんない配信だってね確かに他のグループの曲するなの,の配信とかねどうなるんだろうあでも気にせず送ってくださいこれは私がただ今言ってるだけだから 勝手に今言っただけ確かにってコメントで見て確かにそうだねってなった時だ,だから全然気にせず何でも送ってくださいそういう所属とか気にしなくていいこれは雑談の雑談の話の中でやった ねどうなるんだろう衣装は何だろう気になる気になっちゃいますそして東京グルメも頑張って決めますローラースケートうーんちょっと PR 舞台運動神経悪いと思う や舞台あのローラースケートえっとなんかリンゴとかめっちゃ速そうや、ね、ローラースケートめっちゃ飛ばしてそうビャビャ勝手なイメージやけど <laughs> みんな遅くないとか言ってそうだもんで大木さんとかできなそう。 えー、聞いてくださいツアー東京東京いこんなマスクの姿じゃなくてちゃんとメイクしてちゃんと衣装着たパセリーがいるので安心して会いに来てくださいいやパセリーねしたことないローラースケートはあの小学校の時に流行ったさあのあるじゃん靴あれしかしたことないですちなみに先週 先週広島の道路歩いてて雪で滑って転びましたなので滑るのは得意ですねうん滑って着地してあざを作るのは得意ですねあそうローラーブレードとか持ってた迷い中頑張って迷わないでローラーローラースゲート 用意してもらえるのかなもしかして自腹とかそう転んだめっちゃねあざが治らんくて昨日撮影の時にメイクさんがなんかねあざ隠しのなんか不思議なシールを貼ってくれましたシールをペタッて貼ってペリペリってやったら肌色になってんの なんかそういうシールがあるらしくてそれを使ってくれて隠してくれたそうまだ治らん結構結構な打撲でした痛みはないですだから無事痛くはないけどそうファンデーションシートみたいなやつで貼ってくれたしかも色味がめっちゃあって 私の膝の膝色色に合う色を選んでくれました <laughs> この色かなーってこうやって当てて選んでくれただからみんなもししんかあざとかできてやばい今日大事な撮影なのに今日しゃがあるのにって時はぜひ使ってみてください皆さんもしゃ撮る時がもしかしたら来るかもだしね星いただきますどうぞ星しかあげれないけどどうぞ みんなもアーシャ撮ろうよ。アーシャがある時に使います。わかった。使ったら感想教えてね。私さ、今のアーシャめっちゃ気に入ってるんですよ。なのにさ、もうそろそろアーシャの時期じゃないですか。無理無理無理絶対次もう終わるもん。無理です。今回は2日間岩盤浴行って、昼からずーっと一日中、 何時間も出たり入ったりしてめっちゃ汗かいてあの汗だからもうそのそれする気力ないから <laughs> ああ無理無理やだよ汗終わったらいっぱい食べようねみんなあし終わったら爆食いしよう いや本当にねみんなもうさアイドルになったらアシャ取るからさ頑張よく通いな <laughs> あっよでも次のシングルの MV 撮影の時もむくまないようにしなきゃちゃんと前髪切っていかなきゃ私今前髪めっちゃ伸びてて後悔してるんよあ いい感じのマイクみツつだったんですけど。なんか今日、昨日今日めっちゃ伸びてて。きらなきゃ。イベント組の配信と雰囲気違くて草。<laughs> みんな何してますか、みんな。星投げてくださいって言ってますか。言ってるか。私だけだよね、じゃけその心配してんの、あ、ちょっと、あ、その心配してんの。<laughs> 気が早いんですよ他のメンバーはもっと今は生きてるんだよ私は一人だけ未来のことして福田さんおでん食べてる私も今日おでん買うか迷ったんよそう昨日あかりんさんとさおでん食べたいけど近くのコンビニホテルの近くのコンビニないですよね楽し話して食べたい明日食べる 明明日と明後日と後おでんでんるね夜ご飯昼はオートミールでいける何 SMS 警察ミートパスえそっかみんなもうお話し会の時に撮影してんのかそっかえそう「シミサラのツイッター見ましたかみんな。 みんな「シミサラのツイッター見たすごくないでも私もねあるよそういうビフォーアフターみたいな出せるよ私は20002021年の4月から7キロ痩せましただから「シミサラでも半分かそっか「シミサラ1 4キロ痩せた」って書いてたから。 え無理だ負けた悔しい悔しいです負けましたそう莉子ちゃんもなせたねいやでも7キロ落としたけどそれがクリスマスコンの日7キロ落とした日減った日 今は絶対増えてます。昨日の差し入れとかで。ー頑張ろう。<laughs> そう。なんか食べるようになってから代謝が上がって。痩せたんですよ <laughs> ね。ね、十四キロ。 私が1 4キロ痩せるにはあと7キロいやそれはもう死んじゃうよ今ぐらいでいいですうわみんなもほどほどにしてねアイス 私ねそう踊れないと思うあのね私の場合は痩せすぎると耳が聞こえなくなるんですよだからなんか人の話し声とかも聞こえないし自分の声の声量も分かんなくなるいつもうん健康で今ちゃんと食べてるから安心して今日の食べたものもちゃんともうみんなにねメールで送ったので安心してくださいね 皆さんでも寂しかった今日一人でねえねえなんかさみんなイベント中だったから座れなくてご飯行きましょうとかご飯行こうって言わなくて一人で行ったから寂しかった土地勘のない場所で一人で寂しかったです今日のご飯は。 あそう私リバイバル公演出しましたなんかねリバイバルのやつが12月と1月しか選べんくて12月と1月の中で自分が出てる公演あんまなくて過去のやつでで前にお披露目はリバイバルしたことがあったから違うのにしようと思って1月10日のやつにしましたでもあの時も結構太ってます私しかもシンポジの日 アイドルなんて呼ばないでを初めてした日のやつゆナなのアンダーの日のやつ本当はもっと違う公演選ぼうかなと思ってこちらから選んでくださいってやつを開いたら12月と1月しかなかっただから見てください <laughs> え本当にしたよねリバイバル僕対したいです でも僕代するなら全部のユニットしたいやったことあるやつあとやったことないやつもしたいですね <laughs> ジュリエットしたいチャラチャラチャラチャ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 ビーツさん花火ありがとう <laughs> 年末の買い物に行きましたいいねいいですね 買い物はいいぞ。あタムそうだタムがまだいますその時そうえ本当にあのねあこの太ってる頃の自分を出すんかと思って自分をまたみんなに見られるんかと思っていやうんと思ったけどでもその一月と 12月の中では他の公よりはこの日の方がマシかなと思って選びました自分の,あのコンディション的にこの日がいっちゃんマシな気がすると思って <laughs> 選んだだからまた違う月の時にえどうしよう私がもし選ぶならどれがいいんですかね これぞパセリみたいな日の声あるあ、でもあれユニット曲めっちゃ出た日のめっちゃダッシュした日のやつは楽しかったからまた出てくるんかいみたいなまたパセリかいみたいなあの日めっちゃ好き11月かなあれユニット終わってすぐ着替えてまた次出て着替えてまた出てみたいなあの日が楽しかったです ででも写真とかか撮る余裕がなかったですねそう3つ出たやつ <laughs> あセル編みもねいいよね確かに森健銀河さん花火10個ありがとう演技してるパセリはもう見れないから多分この先もだから貴重ですよあのセル編みのパセリア <laughs> あの <laughs> <laughs> ヒステリックと言われた <laughs> ヒステリックと言われたあのパセリアは貴重です超怒ってるえでも違うよピアル・ブタのツアーって DMM じゃないんよだからアーカイブできないんですよリバイバル ゴゴリバのあの衣装着たいあのミニスカートのやつ白いやつあれ着たいですあれあの衣装が着たいです <laughs> 衣装だけ着させてくださいそうアンピーにコスプレ貸しましたさっき貸したかわいいでしょあれそう でもあれ結構露出すごいんですよねだからアン否気をつけてください中に何か着てるかなちゃんと気をつけてねアナあの変なバズり方しちゃうから着 <laughs> てないの <laughs> ちょっとアナちゃんちいかわでいてよねちゃんと。 そうみんなコスプレしてる今日貸してーって言われて覗きに行ってしまったああそうやってみんなママと連れて帰ってこないんだああ そうシスター貸しましたアーメンしてきた <laughs> シスターアーナにそうだよさっき貸したの東も帰ってきたら貸してとあったか貸しました昨日の夜で言われて「明日帰るから帰ったら多分忘れてるからまた LINE して」って言って私忘れてて。 さっきコンビニ行くときになんかそういえば誰かと約束してたよな、ね、してたよなと思って LINE 見返したらあああーナだと思って急いで届けに行ってきました頭はぽちゃっこ乗ってますぽちゃっこいるよ今日もうね前髪を前髪も作りたくなくてもう前髪のやる気すらなかった スタパセリはあれはハロウィンのねお話し書いてきたからもう着ないあれは露出がすごい大きさも同じの持ってるあれ <laughs> たまたま偶然同じ日に着ようとしてたけどかぶらなかったですそう今日はオフパセリ 今日はもう移動終わりっセリだからもうねなんか移動するときにメイクしてるのなんか損した気分になるお肌の治安を守りたいそういう強い一心で強い心で今日は行きましただって移動中マスクしてるじゃないですか。とか誰にも見せられることは見られることはない。 帰しました。お帰り待ってたよ。前髪描きたい？こういうねいいですね。なんかアイススケナとか貼っとく？多分バレないと思います。最近本当に乾燥肌やばくてね。もうお風呂上がりは沖さんからもらったタンプレのクリームをめっちゃ塗ってる。塗りたくってる。 イソップのクリーム塗りたくってでも今日ね朝からお風呂入ったんよでそのクリーム塗ったら絶対マスクの中もう保湿されすぎてビッチョビチョなるやんと思ったっけん今日塗らなかったんですよだからこの後塗ります <laughs> お風呂入って保湿しすぎてマスクしてたらもうねもう 大変うるおっちゃうから愛子が壊れてるいつもじゃん通常よ通常あいこどうしたの何してるんですかあいこ気になるあいこどうしたのあいこ生誕祭が終わったからって暴れるんじゃないよ 宇宙人になってるあーついに本性を出しちゃったか今まで隠してきたのに最高バレたら帰らなきゃって言ったじゃんバレたら地球から出ていかなきゃって言ったのに。 お肌を出しすぎてるダメですダメですそれは取り締まります一旦私に見せてから取り締まえダメです服を着てください今の季節は冬ですよねえなんでみんな誰だってそんな簡単に肌を見せちゃう分かってるのちょっと見てくるわじゃないんですよ ちょっとじゃないです絶対いや本当にそ,そうだよねオーディションの時にね書いてなかったもん地球に住んでる方とか書いてなかったからそうねえみんな行くじゃん私は見てよみんな露出が好きなんですか私のほらこの配信見てここまでちゃんと隠してる私ねえ みんな私さマスクってちゃんと肌を隠してますよね露出を減らしていますよね罪因は隠すほら知ってかもほら私は露出ここしかないですなのに <laughs> マスクえこのマスクねえこのマスク早く使い切りたいのになかなかなくならないあのコロナの時にさ広島から送られてくるマスクなんですけど一生なくならない多分増えてるわ使うたびに宇宙人目撃しましたああ ああ。見ちゃいけないもの見ちゃったんだ。そう、箱マスク。全然減らん、これ。そう、このね、めっちゃ肌触りいいんですよ。そういえば、昨日の、昨日のお仕事のね、楽屋に、なんかすっごい、初めて触るティッシュがあって、 すごかったなんか質感がキモくてなんかもう滑らかすぎて気持ち悪いぐらいの勢いでもうなんか「えこれティッシュ」みたいな「こ何?」ってなるぐらいのすごいあの高級そうなティッシュが置いてあってでさメイクとかのちょっと手がメイクのファンデーションで汚れた時にちょっと拭きたいだけなのにこれ使っていいのかなって思って。 すごい滑らかで多分あれを枕にして寝たら髪の毛がツヤツヤなるだろうってぐらいもうすごい質感が良くて、うん、食べれそうだったあれ醤油かけたら美味しそうだったよ豆腐より滑らかだと思いますそうティッシュだったのびっくりしたなんかすごかったんですよ 鼻噛むのには最適だと思います痛くならないとでも手を拭いたり水をこぼした時とかに服用のやつとしてはちょっとぜったくすぎるかすごかったです初めて見たあんなティッシュ私の使ったティッシュはあのドラッグストアで一番安い5箱ぐらい入ってるティッシュ <laughs> もう使えりゃいいやっていう感じで生きてるからああ <laughs> ンピシスターと愛好宇宙人から来た人はさきっとパセリのこのね服の厚みにびっくりすることでしょうねでも今ね冬だからみんな。 このせあ服装が正解よね分かってる <laughs> 分かってますか大丈夫良平さんお断りです断っちゃうよコメ欄が早かったえー、みんなそうやって肌を出してさ制服さやかに 制制服に制服なの制服うーん長袖ですか <laughs> 長袖ですかね露出取締委員会だからえだってさおしメが肌出してたら心配になるでしょ「風邪ひくよ」って「も,もちゃんチャイナーなのも,もチャイナーはあ 絶かわいいじゃん見せてみなさい今からパセリのおうちに来てファッションショーしても,もちゃん「ウザイズハートさんラブレターありがとう」いや私はアイドルが露出してると心配になるタイプあの「そんなそんな」ってない 安売りしちゃりんかもっとねあったかくすごいしなーってあとそうアイドルの写真集とかで水着とかあっても「ひゃー」ってなるひょいひなさんの写真集えっこの前頂い,いたさひなさんの写真集さあ あっっちちの本棚に置いちゃったひなさんの写真集は「ヒャー」って言いながらいたメンバーと「わー」ヒーあリネリネはリネはあれは出した方がいいです出していきましょうあれはうん 出していこうあるもんは出していこう <laughs> 岡山県産のねかちゃんはないので、うん、チコもねチコリーターいっぱい足出してほしい。 パシャ聞こんでこうねえ聞こんでこう聞こむよほんならこんなに着込んでるじゃないですか聞こみすぎてるよ風邪ひいた人ぐらいの聞こみ方してるもんさっきから優秀よ <laughs> みんな変だー いやそうリンコねリンコのはもうもうみ見,見たことあるので、ね、大丈夫ですいつでもう一段見れると思うやっぱレア感が大事ですよレア感ね <laughs> そう <laughs> うん 大事にしていこうみんな、ね、恥ずかしいよねみんな恥ずかしいこういう話ですよ、ね、<laughs> リンコの目撃情報多数だろうから他のメンバーの配信でもか私から語ることはありません語りません沈黙 えー、もう終わるよ配信10時になったら終わろうもうみんながね変だからみんなおかしくなっちゃったみんなみんなどうしたの魂を吸い取るってしまったんですかああアイス食べなよみんな一旦落ち着こうねえ ののを見たさんのモノマネ何それ誰がしたんですかそんなものまね。でも私もできるよ。沖さんのものまね。できますよ。<laughs> 宮城公園の楽屋の奥さんのものなできるよ。私だって。突っ立ってた。<laughs> ただ無心で、ンコの方を見て突っ立ってた。 誰がそんなモノマネしたの気になれみたい私もそんなモノマネ <laughs> 広島校セロリさん年越しそばありがとうあリンコとアイコの同部屋の時あ、<laughs> どんな話してるんですかリンコとアイコの同部屋配信 すごい屈強要素。そうラ族、そうラ族マジでラ族。私は無理です。なんかさあなんか大浴場とかまだ私ないんですよ。エスティュ入ってから大浴場のホテルでメンバーと入ったことまだないけど他のメンバーはあるっぽくてリンコとか私ないけんよっしゃーと思って。 <laughs> もし今後あったとしてもどうにか嘘ついて回避しようと思ってますどうにかあちょっと今日はもうお風呂入ったんで今日お風呂明日入るんでとかちょっと回避しようとしてます <laughs> 絶対に嫌だもんそルはさんともない美穂ちゃんとはある美穂りんと莉子ちゃんとゆなのとは温泉行ったからあるけど 絶対にいやいやですね。だってさ、だって嫌じゃん。報酬なので、<laughs> どういうこと？<laughs> それさ、仕事休むときなんて、すみません 明日4時で <laughs> 仕事仮病で遊ぶ時のやつよよく見るやつや <laughs> そうメイクする気が起きない日だった今日は移動の日だったじゃあ私もそうするね もし今後 PR 舞台とかで大浴場のホテルだったらちょっと今日法事で <laughs> 使えるかな <laughs> でサそとか「<laughs> そっか」とか言いそう <laughs> 分からず「仕方ないね」とん <laughs> <laughs> 一身上の都合で退職する時のやつ <laughs> 名古屋の地下鉄で配信始まって今大阪の地下鉄で移動中やばい私話しすぎですかえ待った私めっちゃ話してる今日えそうでもないよね嘘や いつもの半分んいつもの半分とはえ八8時半から配信してる私1時間1時間は話してますか大変だ終わろう終わろうもう私大掃除するから今からあの片付けようこことか本棚とか。 整理しよそれでタワーのお礼を書いてでそれでそんでそんでアイス食べたいけどもうないですいつもより短い嘘でも朝配信もしたよ <laughs> 朝配信もしたんだよピラーお休みあもう無理や十時や無理や終わっちゃった 違うんですよそんなそういうつもりじゃなくて魔が差したというかあの中毒性があるというか配信ってそういう感じで魔が差しました <laughs> 以後気をつけます <laughs> コンビニ行ったらもう大変よいっぱい買っちゃうよ あそうなんです最初はねまあ今日眉毛も変なくなっちゃったし、まあ、別に今日新幹線で移動して帰ってくるだけだし眉毛も適当でいっか前髪あるしと思って描いた眉毛をこんなさらけ出すとは思わなかったんですで配信もマスクだし多分朝も配信1時間ぐらいしたしまあそんなしないでしょうと思った,な思ったのなのに。 な,なのに任させたんです気づいたら1時間半も経ってましたええー、明日はちゃんとメイクしよう眉毛も頑張って綺麗に描こうもう雑すぎた愛知私のお父さんがいる場所愛知パンダさんありがとう。 終わろう終わるぞみんなじゃあ部屋の掃除をしていつでもソラハさんを家に呼べるようにしたいと思いますイェーイ早く会いたいないつ会えるんだろう早く会いたいですなんかソラハさんドラマかなんか見始めてないですかもしかしてなんかツイートしてたよねってことはさ 私と会う気ないでしょうジョージさんバラありがとうクロさんありがとうスタンプシンゴさんありがとうあもう見終わったじゃあ安心安心 <laughs> 早く見終わってくださいね早く構ってほしいんでじゃあみんなも大掃除頑張って すればええー、今から布団をと洗濯するんですか分かったじゃあ布団を今から洗濯機にかけてびっしょびしょにして「空原さん間違って洗濯しちゃったんで止めてください」<laughs> それでいきましょう決定しましたはいその手法を使いたいと思います最悪 絶対バレるもんこんな奈緒さん花火白たえさん花火マークーさん年越しそば小ゆうさん花火デザイズハットさんアイスありがとうじゃ終わろう <laughs> 終わります今日は朝配信と夜配信ありがとうございました イエーイちなみに何で朝配信メイクしてたかっていうとメイクしたまま寝落ちしてましただから朝はメイクしてましたがその後お風呂に入ったので夜配信はマスクでした多分察しされてた察してる人は察してたと思うんですけど昨日ね結局あの後と寝落ちしちゃいましたね今日は気をつけますありがとう見てくれて。 <laughs> じゃあ終わりますいきます13位マークさん12位陣内さん11位シーサイドマルさん10位,チャン位ちゃん9位福ちゃん8位ジノラゴさん7位しんちゃんさん6位ともっちたん5位としきさん4位クロさん3位カメさん2位トニさん1位ゆう太くんありがとうございます イエーイ、はい。終わります。おやすみ、みんな星投げとか頑張ってください。あと、ありのゲームとか。あ <laughs> りのゲームと星投げと。大掃除と。頑張ってね。バイバーイ。